女性だと力がなかなか男性の方よりもちょっと足りてない部分があるので、バイクを押したりとか持ち上げたりするっていうのは結構私的には辛かったですね。大学の時陸上部だったので、その時に東日本女子駅伝の補助役員やってまして、でそれで、先導する女性の白バイ隊員を見て白バイ隊員になりたいと思って白バイ隊になりました。レースを先導する白バイ隊です。福島県交通機動隊スノーラビッツです。歩道側が高橋里穂巡査長、白バイ歴は1年です。レースを安全に先導してくれます。先輩の横についてたので、先輩についていくような感じだったんですけど、今度私が車道側になるので後輩を引っ張っていくということで、ちょっと気を引き締めて頑張ろうと思ってます。子どもたちに結構かっこいいって言われるので、そういった面でかっこいい存在なんだなっていうのは感じました。でどんどん女性の白バイ隊員が増えるように活躍していきたいなと思ってます。私たちは交通指導取り締まりということで、皆さんの交通安全を指導する立場として、やっぱり事故のない安全な車社会となってもらいたいなということで日々頑張っています。背中で見せるといいますか、なんといいますか、先輩の何恥じないように頑張ってやんなきゃなっていう気持ちはあります。